はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近くを投資使用しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの浜岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回浜岩先生のインジケーター調整しながら、その設定値を変えないで水曜日から水木金ですねの成績を紹介いたします。いつもこんな感じで稼げればまあいいんじゃないかということで、まあ最初ちょっと稼いで低迷しておりましたけれどもね、その成績を紹介します。こちらのパソコンとこちらのパソコンで、こちらのパソコンはね、ファンが壊れたみたいなんですね。それで停止しました。でこちらのタブレットも停止しました。というのは、ね、ネットワークがねちょっとうまくいかないということで、切ったんですけども、ファンが壊れたみたいですね。で、こちらとこちらなんですけど、こちらなんですね、水曜日から水木ですね、木で金曜日に入りました。3日目ですね。3日目の利益で1万560円ですね。でボーナスですので5000円引かないといけないですね。だから5560円の利益ですね。水木金からね、1000円ずつ投資です。で毎週こんな風に稼げればいいんですけどね、これなんですけど、このインジケーターですね、勝率 70% で分析して10個以上の投資でやってます。で分析させてます。今6個出てますね。でこのように正確に分析してまして、白文字はもうシグナルが出たらすぐ、ね、出すようにしております。ダブル送信っていうシグナルがあったんで、こちらは取引するところの方で3分タイマー入れました。でハイアンドロー社の15分ですね。まあ水木木で金曜日の朝ですね。で時間がこうなってますね。10月19日朝9時ですね。始めたばっかしです。金曜日ね、こんな時間になってます ね。でまあ毎週、まあ先日としたら毎週5000稼げたら月に2万5000稼ぐわけですね。で10万ずつ投資したらね、5万なんで週ね、午後25万になるわけですね。ね、あ、じゃあ520万なんですね、10万ずつ投資だったらね。なあ、まあそんなことで見てまって、週月火水木金まで見たかったんですけど、水曜日からの調整でなっちゃったんですね。設定値変えてないで連続ですね。こちらの方はね、昨日から始めたんですね。この設定値はね、これなんですね。勝率 80%、75% 以上で取引数が10個以上ってやってます。ね。こちら取引同じだったかな ?10 個以上だったかな、同じだったかな。あ、同じなんだな。取引数は同じなんだな。ね、これ70% なんですよ。ちょっと上げたのね。勝率 75%。上げたからっていいっていうわけじゃないんですよね。極端に稼ぐ率が落ちます。これね、枝分割してるんで、これ、ないんですね。リセットし直し。これも、こうしないといけないです。たまにね。分析が止まっちゃうんですね。で、勝率上げるとそう止まっちゃうんでね。こちらも止まりますけどね。よく見とかないといけないですね。だそんなことで、これで億万長者だろうと。ね。浜岩先生。なんですよ。そんな感じですけど、まだ試験でデモですよ、これはね。これ止まってんないね。表示がね、見られるんですね。でたまにこう、立ち上げないといけない。立ち上げるときにね、この、時間足をね、
変えてまた戻すんです。そうすると簡単なんで再リセットされるんだね。これ 75% で昨日からやって8800円だから3800円の利益ですね。75% にしようかと思いますけどね、来週。どっちにしようかな。今週のね、成績で決めます。こっち 70% と 75% の勝率だね。止まっちゃうのは多くなるんですね。あ、ちょっと関係ないわ。インジケーターがね。高くすると止まっちゃうんですね。表示エリア外になっちゃってね。これはちょっと難しくて、調整が。困ってます。自動分析はいいんだけどね、そう止まっちゃうんですね。で、まあね、こういう1万560円の利益で1800円の利益ですね。これ毎週こんな感じだったらね、億万長者なんですよね。で、前の分析とか言うとね、一時的だったんですよ。だから同じかなということも想定されるんで、毎週毎週こんな風に稼げるかどうかっていうのは心配なんですよね。毎週毎週こんな感じで、たくさん100個ぐらい投資するんだけど、週にね、5000円ぐらいの利益取れればいいんですけど、ね、毎1週間でね、1000ずつ投資してね、だこんな感じだったらいいんですね。5000円ぐらい利益上がったり下がったりしながらね。そうなればいいんですけども、前の時はそうじゃなかったんですね。一時とかあったんだね。だ調整して設定違うんで全然ね。うまくいけばいいかなと思うんですね。時間切れますね。まあそんなことで、まあ成功かな、わかんないなという感じですね。こんな感じだったらもう、億万長者ですよ。ね。今月は僕の誕生日でしたから。